はい、てなわけでなんか俺の拠点にドラムが置かれてたわけなんだけど、今回は発電、うん、電気、ガソリンを使ってまあ一つ文明を進化させようかなと。で早速ガソリンを作るんだけど、ガソリンがねうる覚えなんだけど、確かここで木材と、じゃあ木材で燃やすじゃん、木材で燃やして、川と油を合体させてガソリンにするはず。だからこういうことだね。火をつけて川と油を一緒にしておくと確かガソリンになる。あーなったなった。あーこれ5個できんだっけ、楽勝だな。じゃあいっぱいできんじゃん。でこのガソリンを使って何をするかっていうと、あなんだっけ、旋盤か、旋盤。これまあ作業台の上位互換みたいなやつなんだけど、ガソリンがなきゃ動かないんだよね。その代わりそれがちょっとネックなんだけど、旋盤作る。これでまたいろんなものが作れるようになったと。で次電気系、電気は発電機、これだ。電子基板、電子基板も取んなきゃいけない。電子基板、この電子基板ってやつがいっぱいなんだ必要になってくるね、電気機器を作ろうとしたら。で電子基板、さらに冷蔵庫も欲しい。冷蔵庫、他なんだ電気系っつったら、あーエアコンだね。基本的にアベレーションで暑いから、俺たちが今住んでる上層って暑いからエアコンもつけて、てかエアコンもあれだわ、なんか卵を羽化させたりするときもまあ温めて羽化するじゃん、卵って孵化か、羽化じゃねえわ。だからエアコンで囲んであげると早く生まれたりするんだよね。で、電気に必要なのがコンセント電線で、オッケーかな。とりあえずまあこんなもんでいいでしょ。そしたら第2拠点行こうか。実はね配信外でまあ7時間ぐらいやって、第2拠点の枠取り、枠取り、そうだな、枠だけ作ったから、まあ電気シリーズを置いて中身を作っていくと今回は。え？何これ、やばくね？え？なんでこんなことになっちゃうの？何匹いるこれ？ 4 匹 ?5 匹？え、なんで、しかも捨て子だけなの？何これ？アークさん、この、このちょっと、蒸気を逸したバグ早く直した方がいいっすよ。さあ、そしたら第2拠点なんだけど、もうそこの滝から降りたらすぐ中層行けるのね。で、この近く、ここ、もう見えてるけど、そこに作った。川も近いから、水ももう、このパイプで、確保してるし、俺の拠点のすぐ横にはこのガスのやつもあるし、金属もそちらにあんだよ。水晶もあるし、あとこれよ。なんかエレメント作れる謎の、機械。もう、この際だから取り込んだろうと思って、俺の基地に。で、取り込み、そしてこれが俺の第2拠点。まだね、全然枠組みしか作ってないからあれなんだけど。で、これ新しくね、生配信でテイムした、ギラバノコギリクワガタくんです。どうぞよろしくお願いします。145でテイムしたのかな？で、こいつが、スピノーマル。なんでスピノーマルかっていうと、すべてのステータスが平均デッキでノーマルだから、スピノーマルと。こいつも145でテイムした。よろしくお願いします。旋盤でけえなぁ。まあ、こういう作業系のやつは、やっぱりあれだよ。ちょっと地震で揺れるんだが、地震で、ここ。作業系は作業台とこう旋盤台でこうやっぱ繋がってないとね、なんか違うじゃん。でこれ旋盤を動かすのにこのガソリンが1個必要だと。で、ここで、ああ、やっぱ作れるね、電気シリーズ。これちょっととりあえず全部作るわ。これすごくない？なんか、超音波出してる機械。これ何かちょっとよくわかんないんだよな。なんかアークのストーリーがあるからそれに関係してると思うんだけど、俺ストーリー全部知ってるんだけど、これはようわからんわ。で、エアコンか、何か。作ってる時に、作ってる時じゃねえわ、素材に、ポリマーってやつがあったと思うんだけど、それって有機ポリマーってやつに代用できるのね。
有機ポリマーをこいつが死のうど一匹ごとに落としてくれるから、54個落としてくれたね。これで、あの、代用できると。その代わり消費期限が30分しかないから、まあ、早めに使ってくださいね、っていうポリマーだな。でさ、ここに、アルファカルキノスいるけど、これなんで英語なんだろうね。なぜ日本語版出ないんだろう、こいつだけ。これレベル10なん、レベル10じゃん。で、こんくらいなら、余裕で倒せることが分かった。なんかこいつね、わかる？これ、ひるむんだよね、なんか。ひるむから、後ろにこう下がりながら、ちょこちょこ殴っていけば、そのうち倒せるっていう。ただ HP が莫大すぎて、すげえ時間かかるけどね。倒したねー。ね。アルワシュってやばいでしょ。こんだけ時間かかるの、一匹倒すのに。しかも何も特にもらえなかったし。で、ポリマー以外にも真珠ってのが必要なんだけど、真珠は、第一拠点の、この湖のとこで光ってるものがあったらそれが真珠なんだけど、ねえな。ああ、あったあったあった。これこれこれ。こういう光ってるやつ。貝みたいなやつだな。貝が作ってんのかな？俺真珠の原理はちょっとよくわからないんだけど、これ。これを取ると真珠になると。真珠集めも楽勝だな。シラーカンス君。これすごくない？金属がさ、水中にあるんだけど、これ錆びないのってさ、純粋に思うんだけど。三葉虫君。楽しいよね、水中。このマップはな、あんま深い海みたいなあれがないから、そこちょっとな、楽しみたかったね。とりあえず、こんだけ作ってみたけど、ちょっとね、コンセントがよくわからん。コンセントの差し口。ケーブルで発電機と接続した場合、近くの電気を使用する機器全てに電力を供給する。これなんだっけ？ Wi-Fi？ Wi-Fi 的な、あれだった気がすんな。で、この家ね、実は下がかなり深くなってんのよ。高さ合わせるために。だから、発電機は、この下に置く感じでいいかな。まあ、適当に置いちゃう、これは。ここら辺に置いといて、で、電線。なになになに、なんでそうなっちゃうの？どんな繋げ方よ、これ。あ、こうもいけるか。待って。上に置くから、こうでいいか。で、十字に変えて、まあ、とりあえずこうで。で、もう一回斜めのやつを上につけて、で、ここにコンセントをつければ、ここら辺に置いたものは多分、電気が Wi-Fi みたく通る的なシステムだった気がする、アークは。とりあえず発電機もガソリンで動くから起動して、そこね、こう真ん中らへんっていうか手前らへんか、光ってんの見えてればよかったんだけどな。多分ここらへんに置けば起動するはず。試しに冷蔵庫置いてみよう。まあ、これもまだ第二拠点だからね。あっ、汚ねえ！汚ねえ、これ！汚ねえけど、第二拠点だからセーフ。第三拠点もさ、そのうち絶対作るじゃん。ここだってまだ上層だよ。中層に絶対作るから、まあいいでしょう。エアコンはさすがにここ置いとくか。エアコンね、すげえ必要だった気がする。9個とか。停止中だ。この距離は届かないと。ちょっと待って。ここから派生してるってことは、まあ、ここら辺か。いや、ここに置くわ。ほい。あー、来た来た。作動してるね。あ、ほら！離れると、右下に熱いマーク出るけど、近くに行くと、なくなると。涼しくなったと。一個でいいんだ。まあ、卵を今後浮かせるために必要だから、とりあえず2個ぐらい置いとこうか。ぶっさいか。コンセント真下に置かなきゃダメだったんだな。まあ、第二拠点だからセーフ。んで、次は、ここら辺でいいか。すりごまだっけ？あれ、ちげえわ。これこれ。これを、
おしゃれに決めてきたいからテーブルを使うものにした。これなんか前のシーズンでもやった気がすんな。あの下に置いてあるとわざわざこうやって見なきゃいけないじゃん。ただこう置くことによってもうスッとスッとこうやって作れるっていう。しかもなおかつおしゃれポイントが高い。うん、ちなみにこれ水道もおしゃれポイント高い。もう浴びせていくっていう、水を棚に浴びせていくっていう、しかも木なのに。だから逆に錆びさせるっていうね。そこがまあアートになってるね。で、これだね。ガス弁。これに、こいつをつけると。多分、どんくらいの時間かわかんないけど、次見た頃にはめちゃくちゃ溜まってるはずと。これは街だね。で、ここだ。俺が拠点を近くに建てた理由。ここから、中層の、おそらく一番下であろうところにね、行けるんよ。ちょ、暗くて、なんも見えないけど、ほら。滝で水が、違う、おら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 。水がクッションになって、耐えられると。待って、これムカデじゃねえか。背景か。あれ、なんか上に上がれない。あああ、え、なにこれ電気。え、電気うなぎか。おー、こいつ、昔シーズン2とかにいたな。久しぶり。あー、もう全然全然観光できん。ちょっとカルキノスで普通に飛ぶわ。こんな高い家ですごくない？弾ヒュンしたよいしょー。すげえ電球なぎいるんだこのマップね。ムカデもね、泳いでたりするから怖えんだよな。え、なんか電球なぎじゃないやつもいる。つか全然上登れん。こいつ何？え、これ何？初めて見た、こんなやつ。ディロ。ディロブロカサウルス。なんだこいつ。で、ここよ。作ってんね、誰か。金属で。しかもなんかめっちゃおしゃれに作ってある。金属のね、壁とかってめちゃめちゃ大変なの。石とかと違ってやっぱ金属っていちいち燃やさなきゃいけないからとてつもない時間を要するはずなんだけど、めちゃめちゃもう誰か作ってるっていうね。多分ね、劣化さんだと思う。あ、電気クラゲいる。いるけどあれだわ、望遠鏡持ってきてないからわかんねえ。あのなんか青いやつで、青いやつが電気クラゲ。他にもなんかなんだ、知らない子が泳いでる。何かわからない。初めて見る生物かも。綺麗だよねー。一番近さ。マジ、ムカデいなければ完璧なんだけどな。ムカデって水中速度速いのね。だからすげえ気持ち悪く素早く速いでんの。あれが本当に無理でさ、中層はそれだけの理由でもう来たくないんだ、あんまり。え、なに？え？凍結方針？何食らったの？え、全然何も見えなかったけど。右下すげえ極寒マークになってるね。この極寒マークはめちゃめちゃ HP 減るんだよ、寒くて。あ、ほら、みるみる減ってる。これ死ぬぞ、これ。あと100秒続くらしい。これ無理だな。もう動画がいても多分死ぬな。そういう時はもう冷静に、俺もベテランアーカーになりつつあるから、カルキノスが襲われてもちゃんと戦えるような状態にしといて、分かりやすいところで死ぬ。それが余命宣告されたやつのやるべきこと。あ、違う、なんかこっち行くと。はっ、やるじゃん。あー、何も踏んでなくない俺。とりあえずあったかいの来て、あー、これで大丈夫だ。え、減ってる、減ってる。どうやって防ぐんこれ。え、ちょっと待って、マジ踏んだ俺。え、何も踏んでないんだが。わあ、ダメだ、これ死ぬわ。スピードも置いてきぼりになっちゃうじゃん。
なんぞこれ。電気要員が2体とも置いてきぼりになっちゃったから、もうネームレス除去するためのあれもないし、え、どうやってこれ助けに行こう。てか助けに行けないんだが、バッチシ中層の洗礼受けるじゃん。いやでもあんだけ理不尽というか強力な HP の減りってことは多分トラップだと思うんだよね。マップのギミックじゃないです、何も踏んでないじゃんって言いつつ多分なんか踏んでるんだよ。踏まないようにちょっとラベージャーズ2敗者初登場こいつに頑張ってもらうわ。この小型ならそう簡単に踏まないじゃん。だってこれか、この青い花みたいなやつ。待って、そこで食らって、いやそこでは食らってないのか。ないよな、ないよな、ないな。回収して服回収、オッケーで、ここにいてもらって、ちょっとカニ、あーダメだ、メガロサウルスがいる。メガロには襲われちゃうから、こっからはスピードに交代だな。ただスピードだと踏んじゃうのか。ちょっと待った、多分この青いポツポツしたやつだね。真ん中を通っていこう。食らわない、この奥ででも食らったのか。とりあえずこいつ倒そう。こいつさえ倒しちゃえばうちのラベジャーズ2敗者が取れるようになるから、さすがにお前でも、え、こいつ強くね、メガロ結構強いな。なんか昼間という概念がないんだってね、このマップは。だからメガロサウルス寝ないでずっとなんか起きてるらしい。よし、これでスピノにはついてきてもらって行こう。これで真ん中歩いてて寒い状態になったらマップのギミックってことだからね。踏まないように。なんだ今ファーとか聞こえたぞ。あ、待った、ここキラキラしてる、ずっと。これじゃね、ギミックなのか。やっぱキラキラしてる。あーあー、びっくりした、向かい側じゃねえ今。どうしよう、ちょっと行ってみるか。マップのギミックだったらギミックだったで解決してそれでいいんだよ。あー、そうだ、え、やばこのギミック強すぎん。いや、とりあえずすぐ回収できるように下に降りたいけど、けどあれか、え、どうしよう、どこに置いとこう君たち。いや、こんなとこ置いてたら逆に分かんなくなっちゃうよな。ちょっと待って、いやマジか、救えないんだけど。ギラワナコギリオークワガタ、あいつもなんか戦っててこねえし。マジっすか。とりあえずあいつだけはこっち寄せないと。頼むから来てくれ。何してんの、やばい、しかもなんか襲われてる。スピノー、助けてやってくれ、スピノーマル。やばい、ネームレスが、違う違う、カラシビ、お前は行くな、お前は雑魚なんだからおとなしくしとけ、カラシビ。ちょっと待て、あ、これナイス、よくやった、さすがご効能だ。オッケー。もうほんとやな中層。ちょっとあれだわ、もうこれ危険を犯してこの2体もうやられるわけにはいかないし、スピノだけとりあえず回収しよう。おそらくこの下にいるから、どうしよう、あそこの水にちょうど着地する感じで。ああ、お前か、あ、めっちゃ血だらけになってる。こっち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 、これどうやって分かんだこれ。
は？何やってんの？来い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 、俺が乗るからお前に。よし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 、うわ血だらけだ。あんなこれどころどいさ、手出してきてやられてたバカだらけだお前。あっぶね。はってかラベジャー2敗者どこ行った？ねえもう迷子だらけじゃねえか貴様ら。まあ いや、ここのもう帰ろう。ちょっとこれやばいわ。うわぁ、アークの悪いとこでもあり、いいとこでも あるとこ出たね、これね。マジで帰り道わかんなくて積んだわ。迷子だらけじゃねえか貴様ら。うわこれ、あーでも入り組みすぎでしょこれ。どうやって帰んの？動きすぎてね、まだあの氷のなんかキノコの本心にやられても終わりだしさ、マジかって感じなんだけど。はっ、黒曜石ある。ねえねえ、どうしたどうしたどうした、なに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 、なに、どこどこ行った、なになになに、ほんとになに、何してんの、びっくりした急に。なんやねん、黒曜石でそれどころじゃないから今。しかもいっぱいあるぞ。なるほど、中層にあるんだ。あー出てこれた、見慣れた光景だ。俺方向音痴で全然違うとこ行ってたな。自分が行きたいと思ってるところに行ってなかったわ。よかったマジで。ただいま、せめてガス玉いっぱい溜まっててくれ。なんでそっち行っちゃうんだお前は。おおすごい溜まってるわ。もしかしたらあの氷もあれなのかもしんないね。なんだっけ名前、バイオハザードシリーズだっけ、あれ違う、あ違う、ハザードシリーズか。ハザードこれ、これ切れば大丈夫なのかもしんないね。ちょっとあそこまず攻略するところからだな。ギラワノコギリ、オクワカタくん初登場だったのにまさかの路頭に迷うっていう。でラベジャーズ2はもう多分無理、生き残れない。あいつのスペックじゃ。そんなスペック高くないから。ただ、ギラワノコギリクワガタだけはそのうち迎えに行くわ。多分 HP でかいから、耐えてくれると思うわ。てなわけで、さらば。